さっぱり爽やか。ブリブリ。ブリブリ。ああ、しっとり。プチプチで美味しい。はい。中学生ぐらい、中学生、中1、2ぐらい、正面、まあ、今度お父さんです。お父さん来た、親子、うわうん、カツオ、カツオ、ごくごく3枚漬けか。でも、手応えこの食べ方初めて。分厚い、すごいふわふわであり、クッション性がある。すげえ濃厚だ、美味しい。寿司屋さんも夜はもう新規ほぼ不可みたいな感じですか？いや違いますよ、あの電話予約で受けたり、あのインスタのストーリーからキャンセル待ち上げたり。あ、そうですか。あとはあのご要望あればこっちから電話しますって言ってます。お、全然全然チャンスあるんです。お店によっては2ヶ月先までしか取らないとかあるじゃないですか。あ、もうどれぐらい先、決めるみたいな。あ、そうです、そうです。ケツなし、ケツなし。何年後って。いやでも今は来年の11月ぐらい、まあ1年ちょっと先まで。綺麗だな、すごい脂乗ってる。うん、確かに山椒も美味しい。
ッチリネッチリネッチリ甘みがすごい。うん、まっ、すごい、この光噛む必要は全くない。お昼は今曜日限定なんですか？月水金はまあ大体こんな感じで、あのバラやりながら、で木曜日と土曜日は昼やったり夜やったりなんですけど、はい、大体は夜だけですね。木道は、あ、木、ごめんなさい、カー木は。で土曜日は3回転。バラチラシは電話で予約できるんですか？そうですね。ランチで出してるやつと同じ、ちょっとお宮用です。お宮用の方が高いですか？はい、確かに、ウニ入ってほしい。そうですね。寿司匠さんのあん肝は年中食べれるんですか？になるように頑張ってます。ただまあどうしてもないっていうのはあるんですけど、一番ないっていうのがないように頑張ってます。本当にない日ももちろんあるんですけど、それ見越して多く取るじゃないですか、はい、夏休み明けとか、あ、そういうところだけ。なるほど。ちょっとやばい時ありますね。それあん肝の方が難しいってことですか？奈良漬けの方が難しい。奈良漬けはあります。あん肝もあります。やる気が、そこやる気もある。半数以上のお客さん、あん肝とかおはぎとかやっぱ追加されるんですか？だいたい8割以上はあん肝かおはぎは入ってます。うん。4個4個しましょう。レアだ。1前日の味噌が入ってる。肉厚でうまい。そう。あ、アギうまい。まあ、これに聞いたり。ゴリゴリの食感。そういう人からの情報。でもストレスがない。ま、お米銀シャリって感じ。お米の甘さと旨味を感じる。うまい。ここもそうだけど。
にすると100年後もしかしたら、寿司屋でこんなにアイス食べたの初めてだな。その人の家が食べれるかもしれない。すぐロスになっちゃうとかそういうことですか。あー、今ロスしてどんどん酸化していくのとどんどん色も悪くなるこういうとこじゃないと本当出せない。今日大人の小肌とミシンをよくできたから大人の小肌特に良かったね。ですか、あの酢の入った感じです。赤酢入れてちょっと寝かすのが赤酢だけで赤酢赤酢と水お酢で普通の白酢と米酢で締めて、で寝かせた後に赤酢通して2日目生地だけです、ね、生地だけです。ちょっと水も入れてるわけです。水入れてそれで入っていくんですよね。あえて薄いやつからやってって、そうな入れていく意味を使ってるのであれば、ちょっと最初白酢の米酢でつけるときにちょっと水で割ったものでつけておいて、その後赤酢で入れてんのかなみたいな。でもあれ時間経過でも入るのは入るんですけど、最初に塩で水分抜くから硬くなりすぎるからっていうのはあるんですけど、そんなに塩してないのかな。あー、なるほど。でもちゃんと塩味も感じましたよね。塩味は感じるんですよね。はい、ありがとうございます。寿司ショーさんのお寿司どうでしたか。3年前に一緒に、はい、はい、進化してる。進化してる。もうこの回にもう寄せたと言わんばかりのメニュー内容でした。いや、本当すごい感動しますよね。素晴らしいなって感じでしたね。やっぱこんだけ50体をね、まとめるやっぱチームプレーでしかできないような形を体現されてるじゃないですか。素晴らしいな、すごく勉強になりました。花だったわけで昔は。本読んだりインスタで見て、きてえなーってずっと思ってたんで、寿司屋って感じが本当に、お寿司自体もすごいいいし、なんか空気感もすごいし、確かにめちゃくちゃ気持ちいいな、はい、寿司屋だなって。でもシンプルに美味しくシンプル勉強になりました。ありがとうございます。次回はちょっとぜひ予約は新規で寿司屋さん行きたかったら、じゃまず電話で状況を聞けば、はい、とりあえず電話をいただいて、多分入れないのでキャンセル待ちですっていう感じになって、キャンセルあったらこちらから電話しますっていう形になります。でそのキャンセル待ちも、そのキャンセル待ちでって言った順番で、はい、お店側が控えておいて、順番にどうですかっていうか、はいはい、あとはインスタグラムのストーリーで必ず毎月1回は上げてます。が別に会員制でもないってことですね。全然違う。新規も入る。はい、新規も大好きです、はい、入る方も大好きです。でお昼は曜日限定でバラチラシやってくれるのがごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。